はい、どうも。日本人の皆さん、どうも。五山川でね、これは昨年の秋ですね、11月ぐらいに、魚釣り行って、五山川での魚の釣り方っていうのをね、ちょっと紹介しようかなと。結構簡単なんですよね。うん。結構イージーなポイントで、鯉もいるね。うん。うん。だよね。ほう。結構五三川イージーですから、うん。こういうルアー使ったら、お。これ小魚だね。うん。すごいね。これはかわいそう。わかったわかった。話が長いよ君。もういいよ。もういいよ。もういいよ。で、このポイントこう変えてきてね、うん、結構簡単なんですよ本当に。詳しく言うと答え合わせになっちゃうから言わないけど、動画見てじっくり。こうやったら釣れるから。この動かし方見てよ。ほらほらほら、来い来い来い、でかいでかいでかい、これ簡単でしょ。見た、今の見た、簡単でしょ。簡単なんですよ五山は。大江川とか五山は結構簡単なイージーなんで、ほらほらほら、まあサイズは50はなさそうだね。50あるか。イージーでしょ、ほら簡単なんですよ。うん、その簡単だってこと知らない人多いから、魚釣りがちょっと網持ってないのが失敗だな。この時網は持っていきましょうね。ほら、いや45ぐらいかな。うん、イージーでしょ。ほらじっくり見な、みんな釣り方分かった、みんな。ああやって釣るの。うん、大きいね、これは。でかいな、マジで。うん、これは3ヶ月ぐらい前か。うん、まあ僕行くと大体ね、まあ、7割方釣れるんで、こんなんが45ぐらいね。45ぐらい、いい魚でしょう。このね、これ見てもらいたいんですよ。今見てもらいたいのが、どういうような動かし方やって釣ってるのか、答えは言わないです。私の手首とか動かし方見てあげてください。そしたらどうやって魚がね釣れるのか分かります。ゆっくり見てくださいここね。来るぞ、来る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 ぞ、来た。今見た、みんな、あの動かし方なのよ。手首をちょんちょんちょんってこう止める、ちょんちょんちょんって止めてあげればこうやって釣れるの。うん、で五山大江っていうのは結構今の自分のやり方でやってもらったら結構イージーに年中釣れるんで、うん、ぜひやってみてください。答えは言わないです。答え合わせ言ったらもうね、釣りがつまんなくなるから。こういう風にやったらなかなか釣れないね、みんなが釣れないブラックバスがイージーに釣れる。うん、ということでね、ご視聴ありがとうございました。また今後ともにね、バス釣りもちょっとやっていくので、どうやったら魚が釣れるのか、また指導の方をやっていこうかなと。いいでしょ、ほらなかなか釣れない45。うわー、これすごい魚だわ。ほらじっくり見なさい皆さん。五山川はイージーです。はい、大江五山はめちゃめちゃイージーです。はっきり言いますけど、簡単でしょ。うん、ね、声はでかく出しちゃダメよ、迷惑かけちゃダメよ。
それじゃね。